茨城県道320号下川停車場線、日立大宮市西金久慈川右岸川から、下川橋を見る。遠方の赤い橋は、国道118号。茨城県道320号下川停車場線は、茨城県日立大宮市にある JR 水軍線、下川駅と接続する県道である。 JR 水軍線下川駅を起点に、久慈川に架かる下川橋を渡り、国道百十八号に接続する、延長約一九キロメートルの茨城県の一般県道である。茨城県日立大宮市青金地区内で完結する。九百五十九年十月十四日、新たな県道として、中郡山形町大和座青金の下川停車場を起点とし、 二級国道水戸郡山線交点を終点とする区間を本路線とする県道下川停車乗線として茨城県が県道の路線に認定した。1995年に茨城県が行った県道の路線再編の際に整理番号320となり現在に至る。全員区間がセンターラインのない一車線の道路で 接続する国道が、久慈川左岸の高台にあるので、下尾川橋から終点までの区間は、高低差があり、小刻みなカーブがあって、見通しは悪い。交通量全体は少ないが、大型ダンプカーの通行が、比較的多く、ダンプ助行の標識も見られる。久慈川に架か,かる下尾川橋久慈川右岸の、下尾川駅周辺は、集落の中を県道が通る。 下川橋を渡り、対岸の九時川下岸沿いは崖に沿った、傾斜路である。福院、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。市街地を形成している、区域内の道路で、道路管理者が自動車の交通量が、極めて少ないと認めて指定したものまたは一方、 通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の複員のものにあっては、当該道路の路面の複員から1メートルを減じたものとする。以下同じ。から0.5メートルを減じたものを超えないもので、なければならない。AB 道路の区域決定茨城県法、号外10月14日よりハット ABC、道路区域の変更、茨城県法。 第6085号。P4、ABCD、茨城県道路現協調書平成26年4月1日現在、茨城県法号外章は5年2月7日、茨城県国示第58号より、県道路線認定。茨城県法、号外10月14日より、路線の指定、茨城県法、第5170号。 ピアニッシモ23県道の路線名及び整理番号の変更茨城県法第637号ピアニッシモ82ありがとうございます